九州配電、九州配電株式会社は、太平洋戦争中の1942年、昭和17年から、戦後の1951年、昭和26年にかけて、九州7県と沖縄県を配電区域として営業している電力会社である。配電等整令に基づき、日本全国に設立された配電会社9社のうちの一つで、九州電力の前身にあたる。 本店は、福岡市。1942年4月に、九州本島の中核電力会社4社を統合して、設立され、翌年2月までに、沖縄県を含む管轄地域の配電事業をすべて、九州し、九州本島の発送電事業を統合した、日本発送電と当地域の電気事業を文章した。ただし戦後、アメリカ合衆国の世政喧嘩となった奄美。 沖縄での営業は喪失した。1951年5月、電気事業再編政令により解散。解散と同時に、九州拝電と日本発送電九州支店の事業を引き継ぎ、九州7県における発、そう、拝電の一貫経営を担う九州電力が設立された。拝電等制令。 昭和16年8月30日直例第832号に規定された国家総動員法に基づく配電統制を実現する目的で配電事業を営む配電株式会社。配電統制令第1条第24条の一つ。全国に9社設立された配電株式会社のうち九州配電は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の8県を、廃電区域とした、定管第33条。廃電等政令交付、施行後の1941年、昭和16年9月、廃電等政令に基づく、定心大臣の九州廃電株式、会社設立命令が、九州水力電気、九州電気、旧熊本電気、日本水電。 東方電力の4社を対象に植この4社により九州配電の設立準備が進められ、翌1942年、昭和17年3月30日に、福岡市教育会館にて、創立総会開催、同年4月1日、4社統合により、九州配電株式会社が設立されるに至った。設立当時の資本金は二億三千万円、全額払い込み済み。本店は、 福岡県福岡市においた。設立の時点においては、4社の統合、第一次統合を実施したのみで、管轄地域の配電統制を全面的に実現したわけではなかったが、それでも、事業全体の約90%の統合を達成していた。残存配電事業の統合、第二次統合は1942年11月1日と、翌1943年、 昭和18年2月1日の2度に分けて実施され、任意譲渡や、配電等政令、第26条に基づく命令譲渡の形で47の事業を統合した。第2次統合の対象には、沖縄電機など、沖縄県の事業者も含まれており、この統合に伴って、九州配電は、沖縄県でも、事業を開始している。第2次統合完了後、九州、 沖縄の電気事業者は、九州拝電と発電専業の事業者のみとなった。電力国家管理体制の下では、全国規模で発電、送電事業を受け持つ日本発送電が、九州でも発電、送電部門を分唱し、九州拝電が拝電部門を担当した。ただし九州拝電が発送電部門を一切持たなかったわけではなく、小規模施設により、 部分的に発送電部門に携わった。特に沖縄を含む離島の発電所は日本発送電に引き継がれなかったため多くの離島では九州配電が発送電、配電一貫経営を行っていた。太平洋戦争終戦により離島の内アメリカ合衆国の市政権下に入った沖縄県と鹿児島県,児島県大島郡奄美群島における事業を創出する。 戦後の1950年、昭和25年11月、電力国家管理体制の廃止と、電気事業の再編成を目的とする、電気事業再編成令、昭和25年11月24日、政令第342号が交付された。同令により日本発送電と九州配電を含む、配電会社9社の解散が決定。九州では、九州7県を、 供給区域とするはず、そう、配電一貫経営の民間電力会社を新設し、対象地域の施設を、日本発送電と配電会社から引き継ぐこととなった。1951年、昭和26年5月1日、電気事業再編成が実行に移され、九州では、日本発送電九州支店と九州配電の業務を、引き継ぎ旧電力株式会社が発足した。 1891年、明治24年7月1日、熊本市で熊本電灯、後の熊本電気が開業し、九州で電気供給事業が始まる。その後1893年、明治26年に、長崎市の長崎電灯、1897年、明治30年に、福岡市の博多電灯、後の九州電灯鉄道、1898年、 明治31年に鹿児島市の鹿児島電気という順番で相次いで電気事業が開業し、電気の利用が徐々に広まっていった。1904年、明治37年までに開業した事業者は、福岡、長崎、熊本、大分、鹿児島の5県で11社に上る。日露戦争後に全国的な電気事業ブームが訪れると、新規開業は一層増加し、 宮崎県と佐賀県でも1907年、明治40年から翌年にかけて電気事業が開業した。こうして九州全県に電気事業が出現し、加えて1910年、明治43年には沖縄県で沖縄電気が開業した。大正時代に入ると博多電灯を前身とする九州電灯鉄道と1911年、 明治44年に設立された新興の九州水力電機の2社が相次ぐ事業統合によって北部九州で勢力を拡大し北九州では北九州工業地帯を地盤とする九州電気軌道が台頭熊本県では熊本電機が積極的な水力開発で県内大部分に浸透してこれらの4社が九州の中核電力会社へと発展した 4社の内九州電灯鉄道は1922年、大正11年に、関西電機、旧名古屋電灯と合併して、東方電力となり、資本金1億円超の大企業となるが、合併とともに、本社は福岡市ではなく、東京へ移った。一方九州水力電機は本社を東京に構えて、いたが、1931年、昭和6年に、福岡市内へ移している。 また昭和期には、日本窒素肥料系の日本水電が、鹿児島県内で事業を拡大して、中核電力会社に加わった。こうして、東方電力、九州水力電気、九州電気機動、熊本電気、日本水電の5社が、中核電力会社へと発展し、中規模事業者の多くがこれら中核会社の参加となって河川化が進んだが、 一方で山間部や当初部を中心に小規模、冷裁事業者も数多く存在した。1938年、昭和13年時点では、供給力1 0 0ット以上1 0 0 0ット未満の小規模事業者は26事業者、供給力1 0 0ット未満の冷裁事業者は28事業者に及んでおり、大分、鹿児島、長崎の3県に特に多かった。 日中戦争後の1938年3月に電力管理法が成立し、翌1939年昭和14年4月に日本発送電が発足。政府が日本発送電を通じて全国の電力を管理するという電力国家管理の時代が始まった。九州地方では東方電力など7社が日本発送電へ指定の設備を出資している。こうして、 政府主導の事業再編が進む一方で、電力会社主導による再編も、この時期全国的に相次ぎ、そのうち九州では1937年から1940年にかけて、東方電力が5、九州水力電気が15、熊本電気が5、日本水電が1つの電気事業をそれぞれ統合した。九州水力電気が統合した電気事業には、九州電気軌道も含まれており、 同社は以後供給事業を失って、交通事業専業となり、1942年、昭和17年には西日本鉄道、西鉄となっている。こうした再編を経た1941年、昭和16年時点でも沖縄県を除く九州7、県の電気事業者は、民営37、公営12、大口電力供給専門の事業者を除くに、及んでいた。 これらの内電灯を10万度以上を供給するのは、東方電力、九州水力電気、九州電気、旧熊本電気、日本水電の4社だけで、10万道未満1万道以上の事業者も、民営では、福岡県の幸い袋工作所、九州鉄道、長崎県の五島電灯、熊本県の日本窒素肥料、大分県の文語電気、森水力電気、 鹿児島県のカジキ電機、大島電機の発車、公営では、宮崎県の都の城市営、南中郡16が、町村組合経営の2事業に限られ、従って7割以上の事業者が、電灯数1万度未満の小規模、零細事業者であり、最も小さい湯島電機、熊本県に至っては、電灯数433棟、年間収入4000円という規模であった。 沖縄県では沖縄電気に加えて大正期に宮古電気、名古電灯、昭和期に八重山電気がそれぞれ開業していた。会社規模は沖縄電気が最大であり1938年時点で電灯4万灯を供給していたが他の3社はいずれも1万灯未満と小規模であった。1941年4月になって九州水力電気が 大分県の森水力電機、釜賀水力電機の2社から事業を譲り受けた。よって、ハイ統制では、九州7県の47事業者に、沖縄県の4事業者を加えた計51事業者を、順次、九州電へと統合していくことになる。1941年9月6日、政府は、全国の対象電機事業者に対して、ハイ株式会社の設立命令を一斉に、 発令した。同年9月20日付官方広告の設立命令書によると、九州7県、沖縄県を配電区域とする九州配電式会社の設立を命ぜられたのは、九州水力電気、九州電気、日本水電、東方電力の4社である。いずれも配電等制令第2条に基づく命令であり、4社のうち九州水力電気、九州電気の2社が、 配電式会社とするべき、株式会社、いわゆる指定会社、日本水電、東方電力の2社が、電気供給事業設備を出資すべきものに分類され、特に後者については、その出資すべき電気供給事業設備の範囲が、示された。また4社のうち東方電力は、九州配電以外にも、中部配電、関西配電、四国配電の設立を命ぜられている。 これら受名者4社の概要は以下の通り。これら4社の統合、第一次統合によって1942年、昭和17年4月1日、九州拝殿は設立された。設立時の資本金は2億3000万円、全額払い込み済み。総株数は460万株で、うち3万180株、全体の0.7%。 払い込み総額150万9000円のみ公募され、残りは統合事業資産の対価として統合4社に交付された。各社への割当て株数は、九州水力電気が213万6457株、46.4%1 億682万2850円、九州電気が121万8294株。 26.5%6,091 万4,700円。日本水電が30万8,219株。6.7%1,541 万950円。東方電力が90万6,850株。19.7%4,534 万2,500円。九州配電設立の結果。九州水力電気。 九州電機は指定会社のため設立と同時に消滅し、設備を出資した日本水電は、同年4月30日付、東方電力は4月1日付で、それぞれ解散して、いずれも姿を消した。1942年4月1日付の第一次統合に、続いて同年11月1日付で、第二次統合のうち、第一順位の19事業を統合した。 第二次統合では、会社経営の事業のみならず市町村営などの公営事業も含まれる。この時統合した配電事業者とその概要は以下の通り。以上19事業のうち、配電統制令第26条第1項に基づく命令状との形で統合されたのは、南中郡16が町村組合へのみで、他は任意状との形を取った。また、 統合対象に、日本窒素肥料、現、窒素、朝日ベンベルグ・ケンシ、現、ア化成火星という大手メーカーが含まれるが、九州配電が、両社から引き受けたのは県営の配電事業のみである。続いて1943年、昭和18年2月1日付で、第二次統合のうち、第二順位の28事業を統合した。 この時統合した配電事業者とその概要は以下の通り。以上28事業のうち、配電統制令第26条第1項に基づく命令状との形で統合されたのは、西日本鉄道、佐喜戸町営、高谷木村営、城波佐ミ町営、行き,つき町営、都の城支援、栄村営、吉田村営の8事業で、他は任意状との形を取った。 統合対象のうち西日本鉄道は1942年9月に九州電気軌道が福岡県下の鉄道会社を統合して発足したもので合併に参加した九州鉄道から旧三井電気軌道由来の電気共事業を引き継ぎこの県営配電事業を九州配電へ引き渡した同じく統合対象となった幸い袋工作所は地区法所在の産業機械メーカーで 2003年3月末、解散、会社の電気部の事業を九州配電へ譲渡した。第二次統合の完了をもって九州地方における配電事業統合は集結し、並行して行われていた日本発送電への統合もあって、同地方から九州配電、日本発送電以外の電気事業者は原則として消滅した。例外は発電専業の事業者で、 港発電所を運転する九州火力発電1945年日本発送電へ統合と石河内第一発電所を建設した宮崎県の二つに限られる。第二次統合完了後の九州配電の配電区域は福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、島県沖縄県の八県である。 設立命令書が指定する配電区域も同様で、他の地域の配電会社に見られるような、当分の間不健境によらない、配電区域境界線を設けるといった措置はない、北海道配電も同様。区域中、沖縄県と鹿児島県大島郡は、太平洋戦争終戦に伴いアメリカが主衆国の世政喧嘩となったことから事実上供給区域から削除された。 したがって1951年の電気事業再編成により九州配電を引き継ぎ、発足した九州電力では、沖縄県を除いた九州七県のみが供給区域とされた。その後大島郡には大島電力が設立され、日本返還後も九州電力と分立した状態が続いたが1973年、昭和48年に同社へ吸収されている。 一方沖縄県では沖縄変換に伴って沖縄電力が設立されており、かつての九州配電区域は九州電力と沖縄電力の2社に分割されていると言える。またこうした地域以外にも九州配電による給電が行われておらず、電気のない生活を送る地域が山間壁地や離島に点在していた。こうした地域に給電が及ぶのは 農産漁村電気導入促進法1952年や離島振興法1953年が交付された九州電力発足後のことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。